さあ入賞いたしました1位から5位の審判最高相馬5頭が表彰式会場に並びました。それでは表彰です。優勝福岡乗馬クラブ田所俊介選手とジェラルドです。優勝いたしました田所俊介選手とジェラルドには保有者奨励金50万円が贈られます。そして2位の勝ち現金で渡されてますよ。続いて第2位です。カシオペアライジングパーク武田義郎選手と早草です。レッドの勝ちとそして保有者奨励金20万円おめでとうございます。さあ続いて第3位です。ベテランライダー、森田正也選手と加藤の中座イエローのタッチとそして所有者奨励金15万円所有者に対しても奨励金ですからね。所有者のタッチでありませんよ。これは岡村稔さんの所有馬だそうです。続いて第4位です。保有スマイル山本はじめ選手とキャノンストーム所有者奨励金は10万円になります。なんか馬は欲しくないというのを知ってるでしょうね。さあ今三宅審判長から保有者奨励金10万円が贈られました。おめでとうございます。そして第4位は長谷川ファーム小川直也選手とウォンテッド所有者奨励金5万円が贈られます。この馬はご自身であります小川直也選手の所有馬です。さあそれでは記念撮影撮っていただいてよろしいですか。記念撮影ちょっと撮っていただきたいと思います。日本中央競馬会が出資しておりますこの RRC 競技、全国乗馬クラブ振興協会のホームページでも掲載したいと思っております。そして、全国乗馬クラブ振興協会のホームページではこの競技すべて終了しましてから、競走馬自体の走っている姿とそして今日の映像を合わせたものを編集しまして皆様にご覧いただくように考えてございます。さあそれでは1位から5位までの選手そして谷口にはいいですか。関西のこの企業の推進をやっています谷口にいらっしゃいますが、はい、それでは後日ごとを並びます。はい、それではよろしいでしょうか。それでは優勝いたしました田所俊介選手とジェラルドを先頭にウィーニングランです。さあどうぞ皆様大きな拍手をお願いしたいと思います。選手たちもそうですけれどもこの一体競争馬たちがこれだけ頑張っているんですね。さあ先頭は優勝いたしましたジェラルド号そしてその後ろが第2位になりました早見さん第3位が佐藤の中座第4位がカノンストームそして第5位がモンテッドです。さあそれではそのによりますウィーニングランただ一人味わえますジェラルドと田所選手のウィーニングランアグネスタディオンさんのこのジェラルドが見事関西大会見事受賞しました。おめでとうございます。